お待たせいたしました皆さんおはようございます血液ガンフォーラム20212日目のスタートです最初のセッション A 会場ではですね骨髄急性骨髄性白血病 a m l と私たち呼びますがこのセッションをお送りいたします 急性骨性骨髄白血病これからの AML ののの治療についいいてでですすすす私は司会を務めままキャンサーネットの子がですどうぞよろししくお願いいたしますこのセッションは皆さん視聴ページでご覧いただいている方が多いかもしれませんが、Zoom のウェビナーから参加いただくことができます。画面の上に赤いボタンがあります。そちらからウェビナーで視聴するというふうなところから登録して入っていただきますと、このライブ中に質問をしていただくことができます。 基調画面の下に Q&A というところがありますので、どうぞそこから質問を寄せいただきたいと思います。でお時間の許す限り取り上げさせていただきます。それから、えー、今年で3回目の開催になりますが、ぜひ続けてこのフォーラムを行きたいと思っています。ここにですね、QR コードを貼っております。これの寄付のページに飛びますが、もし今日参加してよかったなとか、また来年やってほしいなというようなご意見がありましたら、ぜひ寄付で応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。 さてこの AML のセッションですが急性骨髄性白血病 AML は割と長期生存が難しい病気でしたただ最近とてもいいお薬が出てきていて改善されていますこれからの AML の治療の展望を詳しく解説いただきたいと思いますそれではご講演いただきますのは金沢医科大学血液免疫内科教授の三田秀一先生です 西田先生の詳しいプロフィールは血液ランフォーラムのサイトをご覧ください西田先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします聞こえますかねはい聞こえておりますお願いしますおはようございます金沢医科大学の水田ですの本来だったら、まあ、皆さんの熱気を感じながら、えー、お話をしたかったんですけど、まあ、あのコロナ禍ということで今日はウェブで失礼させていただきます、まあ、少しでも皆様の 親くんだったら話ができればいいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。しましたか。それはど見えますかね。はい、見えます。じゃああのお話をさせていただきます。でまあエメルあのこれからのエメルの治療についてなんですけどもちょっと復習をしましょう、えー。急性白血病というのは基本的に骨髄の中で ま白血球の弱細胞が増える病気で、まあ、大きく急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病に分けられます。今日はこの急性骨髄性白血病の話をします。ただこの白血病に共通しているのは、あの,の血液を作る細胞に、まあ,あの作ってる間に何か異常な遺伝子がピョンとこう増えてくると。 それがこう普通の体だとまあ抑え込んでしまうことができるんですけども白血病になる方というのはまあ抑え込みに何度か失敗してしまってそれが、まあ、あのどんどん血液の中で増えて病気になるというのが白血病で遺伝子の,あの異常というのは結構頻回に実は起こってるんですね。 でここの,あの表に示しますように、えっとケツ幹細胞レベルでの遺伝子変異というのは結構多く起こってるんですけども、これが見逃されてしまうと、どん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 白血病の元になってしまって、白血病になる、要するに白血病っていうのは、昔は突然なんか起こるって思われてたんですけども、いろいろな段階を踏んで、まあ、人間ががんをこう制御する失敗がい,ついくつか重なってしまって起きているということが分かっています。 でまあ、増えた白血病細胞というのは、まあ、骨髄という血を作るところに増えてしまって、まあ、全身の臓器にも放置しておくと浸潤するとでその結果、まあ、正常な血液細胞が作られなくなってしまうそして貧血や感染症や出血などの症状が出てくるただこの貧血感染症出血というのは、まあ あの他の先生方が、えー、とご講演されると思いますけれども再生不良性貧血とか骨髄異形成症候群とか他のその血液疾患でも共通に起こることであります。で、えー、とそれでその白血病細胞を解析するとさっき申し上げたように染色体や遺伝子の異常が、まあ、結構いっぱい見つかるようになりました。こんなことができるようになったのはここ 10, 10年か15年ぐらい前でそれまでは、まあ、さっぱりわからなくてめくら よくわからないなと言われてたんですけれども、最近はまあ特定のがん遺伝子とか、がん抑制遺伝子というのが、まあの不活性化というのが起きて、白血病が起きることが分かってきた。逆に、なぜ白血病が起こっているのかということが分かってきたことが、治療に結びつきつつあるというのも現状であります。で、まあ、あのさっき申し上げたように、赤血球が作られない。 血病細胞がいっぱい骨髄にいて、正常の造血ができないせいで貧血になることで体がだるいとか、貧血のせいで、えー、っとちょっと動くと息切れがする、それから白血球が少なくなって、ばい菌が体について発熱がある、それから血小板が少なくなって、えー、っと手足にこう、死斑といってとか、天井出血という、なんか出血が出たり、歯茎きから鼻血が止まらない。 いうようよな症状が起きますけれども、うん、最近は実際にの診療ではあの早めになんか血液検査を受けて、そしてそこで異常で見つかる、他の病気だと思って病院に行ったけれども、結局、血液に異常があったということで見つかる方の方うが、まあ、現実的にははるかに多い,と,いうと思われます。で、診断というのは、なかなかこれがですね、 えっと科学的根拠というのがなかなか乏しいんですけれども一応ルールとして骨髄の中で20%以上にその白血病と思われるような細胞がいたら白血病にしようというような共通の取り決めがありますけれども、まあ、実際骨髄を見てもですねその標本を見てもいっぱいありそうなところと少なそうなところがあってこの20%っていうのは結構数え方によって違うんですけれども。 まああのなかなか見ただけでは区別がつきにくいものもあるもんですから一応このような定義で考えていま,す、まあ、まず顕微鏡で見て考えようというところが診断の出発点でありますだからまあ,あの育によっては白血病とわれたり骨髄形成症候群われたりするかもしれませんけれども目で見ただけではなかなか顕微鏡で見て考えようというところが診断の出発点でありますだからまあ育休によっては白血病と言われたり骨髄形成症候群と言われたりするかもしれませんけれども、まあ、目で見ただけではなかなか、えー、と難しいところもあるもんですから、まあ、区別をつけるためにこの プロサイトメトリーというのを使うこともかなり一般化されていて、今日お話をする骨髄性白血病というのはこの CD13 とか33というのが主に陽性であると、まあ、ここに書いてあるようなもので、まあ、大雑把に分けていくんですけども、まあ、なかなか紛らわしいこともありますのでいろいろなものを総合的に考えてから診断しているというのも実情ではあります。で1976年にまあ フランスとアメリカとイギリスで、まあ、その目で見た感じで白血病を分類したのが FAB 分類というので、しばらく長らくこの分類が使われていましたしいまだにお年を召した先生たちはこの FAB 分類が好きですけども、えっと、今は WHO 分類で分類することがあります。WHO 分類というのは目で見ただけではなくて染色体とか白血病に見えられる遺伝子異常というもの。 や発症様式をかまあ、総合的に白血病を評価して診断するものが Who 分類であります。まあ、これはもう本当に見で、ちょっとすごく見にくいと思います。ただ、あのお,お示ししたいのはこんなにいっぱい分かれているよと。と同じ、えっ、ー、と急性骨髄性白血病なのに。 こんなに細かく分類されている。まあ、主に特徴的な遺伝子異常を持つものとか、えっと骨髄形成症候群から移行したものとか、いろいろなタイプの白血病があるということが今分かっています。で、まあこれだからこんなにあの分類があるもんですから、まあ、普通の一般的に普通のお医者さんの先生たちもこの血液疾患というのは非常にとっつきづらいと。 わけが分からんというふうにおっしゃってますけれども、まあ、皆さんにとっても非常にまあ理解しがたい、えー、細かい分類がなされてはいるんですけれども、まあ、治療の流れとしては、ここにお示ししますように、まず治療関連の白血病かどうか、えー、化学療法とか、えー、放射線療法、例えば多いのは乳がんですよね。婦人科系の元と元とあと乳がん 断層がんとかそういうもので放射熱治療を受けたり化学療法を受けたりした後に結構悪性リンパ腫とか白血病になることはあります。でそれから、えっと、遺伝子とか染色体の検査をして、まあ、特徴的な、えっと、治療法とか臨床像があるようなものを分けていくそして、まあ、特徴的なものもないとただよく話を聞くとどうも前から血液異常があったり、うん、と何か症状があったりしたかもしれないと考えるとこれは 続い形成症候群から白血病になったかもしれないそれはそ。あとはそれ以外と分けていきながら治療法を考えていくと。だから同じ目で見と、目で見て、同じその白血病に見えたとしても、プロサイトメトロイド同じだとしても、中身は違うんだよと。中身、それをどうして病気になったかを考えながら治療も考えるという、まあ、単純ではないんですけども、まあ、少しでも多くの患者さんにできるだけ。 弱い治療で一番最大限の効果を、えー、なんていうのかな、得ようとすると、こんなふうな考え方になっていると。で、さっき,さっきからあのその特徴的な染色体異常とか遺伝子異常を持っている白血病があると申し上げてきましたけれども、まあ、こんな感じで、えーと、予後良好群、良好群というのはまあ基本的に骨髄移植をしなくて、造血幹細胞移植をしなくても、多分治るよ、大体治るよ。 それから、いやこれはちょっともう非常にもうあの普通の化学療法、普通の抗がん剤を使った化学療法ではちょっと治りにくいと、これは手強いというものが予後不良群というふうに言われています。そそしてのの右側の遺伝子とというところに、えー というのが、まあ、最近、ここ10年ぐらいで新たに加わった治験、まあ、なんですけれども、まあ、そのフルト3遺伝子とか CBPA とか、まあ、あ CBPA なんか未だに保険で検査できないんですけれども、まあ、ランクス1とかアスクル1とか書いてありますけれども、まあ、なかなかあの科学としてはこういうものの異常があると。 予後がいいとか悪いっていうことが分かるんだけども実臨床ではまだ我が国では保険が適用がなくてできてない検査というものも実際あって、まあ、この遺伝子異常についてはこれからのまあ日本における のこ,のこの遺伝子異常をどうやって正確に見つけていって治療に行くかというところが、まあ、我が国の一つの問題点でもあります。ただ、この予後不良群の 5, 5, 5番とか7番とかの染色体異常というのを欠損というのはまあ非常に予後が悪いというふうに言われています。だから 皆様ないした皆様のご家族がもし白血病と診断されても、この今言った染色体とか遺伝子異常の結果が出るのには、1月ぐらいかかるんですね。だから、なかなかその最初の治療方針が決まるのに少し時間がかかるということもご理解ください。ただ、それだけまあ念入りに作戦を立てていると。そういうこともあって、ですねこの白血病の治療成績、少なくとも59歳。 私、59歳ですけれども、現在、59歳までの予後というのは、まあ、非常に良くなってきました。で、えー、と黄緑色が私が大学を卒業した1986年の生存率が22%、長期の、えー、ところが、えー、と現在、まあ、一番新しいデータになりますと、47%、まあ、まだ高か,か5年ではありますけれども、非常にあの良好になってきました。半分ぐらい、どうにか。 長期生存がが可能ここまで治療が進歩してきたということとですねところがですね、えー、とこの60歳以上、特に65歳から69歳というのは、実は今、最も白血病が多い、白血病の患者様が一番多いのは、まあ、こう60歳以降なんですよ、現実的には。で、この方のそのポピュレーション、要するにその患者様の数というのは、ものすごく増えているんですけれども、治療成績は一向にくならない。 でまあ、あの私が卒業したときに2%だったのが、いだ20%ぐらい、未だというのは2005年から9年までの間では、この程度の,あの治療成績が得られていない、一番多い患者層なのに、あまり有効なあの治療法が開発されてこなかった、少なくとも2010年までというのは現状だと思います。非常に厳ししい状態状態況でした でまあ、年齢別に見てもいろいろな報告がありますけど、やっぱりまずこの,5あの6 56 6から66、75で寛解率、要するに最初の治療が効くかどうかというところを比べてもです、ね、非常にこのもう寛解率、例えば75歳以上になると33%、寛解にならなければ、もはや長期生存はなかなか難しいと言われている中、最初の治療でもう7割ぐらいの人が効かないというふうに。 えー、つまずいてしまっているというのが現状でありました。今までの。そしてメディアンオースと書いてあるのはまあ、生存値の中央値なんですけども、まあ、そのかつての報告であれば75歳以上は3ヶ月と診断されてから余命3ヶ月、66歳から75歳でも。 半年ぐらいと非常に厳しい状況でありました我々も患者様をそのいろんな病状を説明する時にあのそのような厳しい話をせざるをえなかったです。まあ、これは 本当に遊んだ例えば膵臓がんとか、他のオペが手術ができないような消化管のがんと同じぐらい厳しい状況であったと、そしてこの下のアンフェーバブルサイドジェネティクスというのは、治療が効きにくいような染色体異常がある、要するに白血病になった時点でもはや治療が効きにくい状態の白血病になっている、そういうような遺伝子の変化を持っているのが高齢者の白血病である。 でまあ、治療はどうするかというと、まあ、あの大まかな流れはこのような感じです。寛解導入療法、地固め療法、一療法、まあ、何かというと同じような治療をするんですけれども、あの白血病の場合は、あの最初の治療でまず目で見えるような白血病の細胞をなくしていく、そしてさらに治療を追加していくことで、目に見えないだけじゃなくて、もっと細かい。 方法で、白血病の残存を MRD というんですけれども、まあ、その微量な残存細胞も消していくとで、ある程度消していかないと必ず白血病は再発する、要するに、まあ、我々の中では肝解導入療法と地固め療法を合わせて、まあ、4回ぐらいをワンセットというふうに考えてきました。ただし、高齢者の方、75歳以上の高齢者の方というのはこの、それをやり通すと。 いうところすらも非常に厳しい状況であったというのが現状です。で、まあ、このような感じで最初の治療をしたあと、終わった後に染色体の結果が返ってくるんですね。現すぐわからないものですから、終わった後に染色体とか入れ、返ってきた、えー、あのさ最初の初心時の検査の結果を1ヶ月後に見ながら、そして次の治療法を変えると。 そして予後良好、中間不良というふうに考えて、不良というものには最初から造血幹細胞移植を考えるというのが、ずっとまあ我々の世界での,その日常的な診療の方針だったんですけれども、先ほど申し上げたように、この予後不良群というのは、60歳以上、65歳以上の方が非常に多い、そうするとそういう方々に造血幹細胞移植ができるのかと。 いうことを考えますと、なかなか高齢者の方にそのいい選択肢がなかったというのも現状であります。で、そこで、このここ10年ぐらいで変わってきたのが、この分子標的薬療法です。まあ、あのこの急性前骨髄性白血病はもっともっと20年ぐらい前に、えっと、ちょうど2000年に治療法として開発されたんですね。これはもうあの急性前骨髄性白血病の人に飲み薬を飲んでもらうんですよ。 で飲み薬をあの飲んでもらうことでこの白血病細胞が不思議なことに正常な細胞に変わってしまうんですね。もう本当にマジックとしか思えないようなことが、えー、実際に起きたということで、まあ、こういうあのこのなんていうのかなこれは白血病の,そのレチノイン酸っていうところのその受容体が まあ異常があって、まあ、そこに何か別の刺激を加えることで、細胞を白血病じゃなくて、いいやつに変えてやろうというような発想でできた,できた治療法です。まあ、これはあのー レチノイン酸だけじゃなくて、アヒ酸という薬でも同様なことが起き、まあ、より強力なことが起きることが分かっていて、まあ、現最近はこのアヒ酸と、それからあのレチノイン酸をまあ両方併用することで、非常に高い抗腫瘍効果というか、ああなって、まあ、この急性前骨髄急性白血病というのは、本当にあの治療が非常に難しくてまあ不、予後不良というふうに考えられていましたけれども、今,今は、ま、あ 7割、8割の長期生存がまあほぼ望めるような、あのむしろ予後きちんとした治療をすれば診断と予後良好なものであるというふうに考えております。で、それ以外にも、そのいっぱいその染色体レベルではわからないんだけども、細かい遺伝子の検査をするとこんなにいっぱい遺伝子の異常が実はあの白血病患者様の中で起こっている。で白血病だからです、ね、この 白血病になってから遺伝子の異常が起きるんじゃなくて、遺伝子の異常が白血病に繋がっていくというふうに考えられています。ただ調べているだけでは、まあ、そのなでただの趣味みたいなものになるんですけれども、ここでそのくくったものに関しましては非常に頻度も高く、こういう遺伝子の異常に何かこうちょっと刺激を働きを加えていい方向に持っていくということを考えながらいろいろな薬が今開発されています。 でまあ、その,あの、まあ、人の一つがですね、まあ、これはあの 普通の,あの若い人の,その白血病に対する、まあ、これは NCCA のアメリカのガイドラインですけれども、まあ、基本的にあの、まあ、60 65歳ぐらいまでの人はシタラバ、シタラビンというもキロサイドという薬と、まあ、イダルビシンとかダウノルビシンというものを加えて治療をずっとしてきましたけれども、最近はフルトスリーという遺伝子変異がある場合は、まあ、そういうものに対する、えー、と分子用適薬剤も。 使っていこうと、まあ、これはあのそれぞれの細かいことになるんですけれども何を申し上げたいかというと、まあ、その普通の抗がん剤だけじゃなくて最初のところで分子標的薬剤をあの併用しながら患者さんの治療に当たるともちろん日本ではそう簡単に最初から使えないんですよただし、まあ,あの後に控えてるんですけれども、まあ、将来的にまあこういうものが日常的になる可能性があると。 いいいいいうふうふに思思っていただければいいと思います、まあ、それによってより治療の効果が増強されるというふうに思ってください。で、まあ、弱い治療としても、まあ、あのこのアメリカのガイドラインではこのようにデシタビンあと、えっと、キロサイドというものがまあ中心に来たんですけども、まあ、最近はまあそ,のそれ以外の、えっと、CD33 とか IDH2 とか、まあ、いろいろな遺伝子、 茂、まあ、さ,さんはあのモノクローナル抗体なんですけれども、まあ、IDH2 阻害剤という、まあ、非常に分子標的薬剤を使いながら、まああの、治療法を考えていこうと、まあ、あのこ,こういう,こう考え方が最初のところからもう患者さん、その白血病の遺伝子異常とか、そのマーカーをちゃんと作って攻めていこうと、効かなかったら使うというのをも、最初から攻めていこうというような考えも出てきました。 ということで、まあ、日本語で書くと、こんな感じで、えー、とシチャラビン、フルダラビン、イダルビシンというところまではよく使っているフラッグ療法というのを、まあ、日本でもあの時々使えますけれども、最近はこの非協力化学療法、脱メチリ化剤とか、あとから申し上げますけれども、ベルトクラックスとか、フルート3阻害薬とか、まあ、IDH 阻害薬とかいうものがもうアメリカでは実際に使えるようになっております。 でこんなふうに、まあ、漫画にしてしまうと、いろいろなそ,のそれぞれの白血病に起こっている遺伝子の異常というのが分かっていて、まあ、遺伝子の異常と要するにその異常によって、あのその白血病化に関わっている、白血病が増殖することに関わっているという異常があの多くの研究に分かってきて、最近はそれぞれに対して、まあ、治療薬を考えていこうという時代になっています。研究から実臨床治療へと いうふうな流れが非常に加速度的に進んでおります。まあ、実際にえっとこのような感じでまあフルツリーはあのギザルジブとかもあの日本で使える薬もありますしえっと将来日本で使えそうな薬というのがどん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 開発されてきます。まだ少しアメリカよりは日本は遅れています。日本で使える薬がこのフルツリー阻害薬でまあ日本ではまあギザルジブ。 というのがまあよく使うと思いますけどもギザルチブとかギル,ギルテルニチブというのが使えますけどもまああのそれにもいろいろな薬があってまあ同じフルスリ素外薬だとしてもあのそれぞれの,のなんていうのかなあの使い方とか副作用は違うもんですからまあ使う先生方はまあ詳しくよく 何ていうのかな、そういう使い方とかを知って、患者様に合わせた治療を選択していくことになります。ただどの、どこのステップで使うかというところが、まだなかなか、えー、難しいんですけれども、まああのーまあ、これはあのー、欧,米あ欧米では実際に、まあ、初発のところに、もうこのフルスリー遺伝子のよ異常がある方に、まあ、非常に早い段階でこのギルネチこの えっとグリテニウムを使ったときに、まあ、どうだったかという研究を出していて、あのまあ、非常にこのフル水素外薬がまあ生存率に貢献する。ただ、これ一番最後見てみるとその、結局使わなかった人と同じところになっちゃうんですね。まあ、これはまあ臨床研究の段階ではありますけれども、おそらくこの薬単独ではちょっと難しいんであろうと、この薬と何か別の治療法を組み合わせていかないと、あのちょ本当の意味での 5年、10年、15年という長期製造は難しいんじゃないかなというふうに考えられています。どうつないでいくかというのは世界、そして我が国でも大きなテーマだというふうに思っています。まあ、もう一つ皆様に紹介したいのはこの選択的 BCL2 阻害薬で,やつで、まあ、このベネクレスタってやつなんですけども。 まあこのぐちゃぐちゃ難しいことが出しておりますけれども、結局、まあ、腫瘍細胞がアポトーシス、死にやすいようになるように働きかける薬だと、まあ、非常にこうあの回りくどいんですけれども、まあ、そんなの薬であります。まあ、逆に回りくどい方が副作用がまあ少ないということですね、このバックストイ遺伝子をあのいじることによって、アポトーシスを誘導すると。でまあ、これはニューイングランド・ジャーナル・メリソンと、まあ、どなたでも見れる雑誌ですけれども。 書いてありますこのように、このベネクラスタ、飲み薬ですよねと、アザシシン、まあ、ビターザって薬を、えー、注射とこの飲み薬を加えて、その加えない群、ビターザだけの群というふうに比較をしたら、感解率がですねこんなに、まあ、しあの高くなったということですね、この飲み薬を加えるだけでこんなに感解率が高くなった。 いうことで、まあ、生存率もさっきは、不通阻害薬といなの最後くっつきましたけれども、まあ、あの今回は、えー、とずーっと離れたままですよね。ということは、この、えー、とベネトクラックスを追加することで、まあ非常に長期的な生存率の向上を得ることができたということが言えます。 でまあ、実際、日本ではこのような感じで使ってますし、まあ我々の施設でももう5例ぐらいの患者様に使わさせていただいてますけれども、非常にあの使いやすいしあの、高齢者の方にも、えー、と有効でありますし、非常に期待できる治療であると思います。ただ、どの患者様にもこれをやるわけではないです。どの患者様にこの治療をやるかというのは、やはり担当の先生とご相談してから考えていただくことになります。 まあ、移植、もう昔、急性、交通性白血病はもう何でも移植、何でも移植って言われてました、昔といっても20年前ですけども、まあ、ただ、今は予後良好群に関しては、まあ、あんまりしない方がいい、でまああのまあ、それ以外のものに関しては、ちょっとよく考えてやってよみたいな感じで、まあ、大体移植の適用になります。でただ、ああ日本のガイドラインでは、まあ、次回職はやるなというふうになっています、あんまりやらなくていいというふうにはなっています。 でえー、とこれは、えーとまあ、あの欧米におけるあの、まあ、大体同一治療方針というのがあって、まあ、こんな感じですね。まあ、あ,のあんまり細かいところはあれなんだけれども、まあ、あんまり日本とそこまだ化学療法というのが欧米における治療方針だけども、まあ、強い治療ができないアンフィット。 フィットとかアンフィットっていうのがあって患者様が持っているそのどのぐらい動けるかとかどのぐらい食べれるかとか、えー、と臓器の機能腎臓とか肝臓とか心臓は大丈夫かっていうところでフィットとかアンフィットって分けて治療方針を考えるようになってきましたただ、まあ、やっぱりまだ科学この2世にまだ科学療法がメインであ,のあるということはあれなんですけどもただその実際のその これはですね、えー、NCCN というアメリカの眼科会みたいなところの2018年の患者さん用のパンフレットなんですよ、実はこれ、ホームページから取ってきましたけども、患者様用のホームページなんだけども、もこんなに詳しくいろいろ書いてありますねそこにはもう、フルツリー変異があったらどうだこうだとか、治療関連発血病だったらどうだとか、まあ、結構、予後不良の染色体異常は持つものはどうかとか、患、ま、者、あ、様用の資料に結構細かい、 ことが、えー、書いてありますます、あ、これおそらく日本インターネットで日本語版も出てるかもしれないんですけれども、まあ、アメリカなものですからあのあれなんですよ日本の保険適用ですぐできないものもあるもんですからあのそこがなかなか苦しいところでただ将来的にこのようなものができるかもなるかもしれないというふうな意味では非常に、まあ、あ希望にの希望に 希望を持ってもいいんじゃないかなという流れで急性骨髄性白血病の治療というのは非常にあのどんどん進歩していると言います。であの国によって違うと申し上げましたけども、まあ、これは僕がは気に入っているあの骨髄移植を増血幹細胞移植をどういうふうな人にするかというところでさっきその予後良好とか中間とか予後不良と書いてあって。 その良好だからやらなくてもいいとか、そ,のそういう漠然としたものというよりも、この実際に、じゃあ、移植によってかあのメリットを受ける人はどういう人なのかというところですよね、で例えばフェイバブルだと、治療関連死が非常に少ないと、やっても死なない移植だったら5、5%ぐらいしか死なない移植なら別にやってもいいよ。 で予後不良群はいや35%ぐらい、30%以上ぐらいで収まるような移植だったら、まあ、30%台ぐらいで収まるだったら移植しかないんだから、まあ、やりましょうかとか HCTCI というのは患者さんの全身状態で、まあ、どこまで悪,悪い人はやってもいいのかとかそういうことが、ね、結構あのクリアになっていて。あの やっぱり個人的には治療法を選ぶのは医者,医者というかこうだからこうと病気でこう決めつけてしまうのは私個人としてはあまり好きじゃなくてやっぱこういうものをあの日本のならではのこういうものを提示しながら患者様にどういう治療やりますかというふうに選択する方が個人的にはベターだし予後良好不良とか中間というのは古い治療に基づいた予後良好不良とか中間というのは古い治療に基づいたがあのまあ それは大事なエビデンスなんだけども、古い治療法のエビデンスだから、今使える薬でどうなったかということとはちょっと違うんですね。だからそこに関しましては、やっぱりそれぞれ担当の先生方に一番新しい情報、そしてその先生方がお考えになっていることも聞きながら、ガイドラインと照らし合わせながら、保険診療の範囲で、えー、とベストなものを、まあ、ないしはベターなものを考えていただいた方がいいのかなというのが個人的な意見です。 例えば、さっき日本では自家移植はあかんというふうになってるんですけども、まあ、ここでは、まあ、例えば、えーと、予後中間群で40から60の人はこんなふうになってて、えー、と同種移植の血縁、同種移植の非血縁、自家移植一緒なんですね。 で化学療法だけが成績が悪いわけですよ。だから何でもかんでもそのどんな人でもこうだこの病気のタイプだから移植しちゃいかんとかいいとかというのは私自身としてはどあまり意味がないのかなと思ってます。やっぱりその最先今やってる治療でそして今の現状を見ながらどのような治療を選択していくのかということは患者さんと一緒に。 考えるべき、まあ、その医者も結構科学者ですからエビデンスレベルといってその,その出てきた論文の質がどれだけ高いかということで結構レベル1とかレベ,ルレベル付けをしてるんですけれどもレベルが高いものほど古い治療。 古い時きにやって5年、要するに例えば5年間観察していたということは、その治療を計画したのは多分7、8年前で、7、8年前の治療レベルに合わせて5年前に治療を始めて5年間を観察してますよね。そう考えると治療の進歩が著しい領域において、まあその、そこにあまりこだわるのもどうかなと。最後にこの、そういったことで血液がんというのは非常にもう治りやすくなっています。この下の下 オレンジの色のみたいになっているのを見ていただくと、再発率が非常に血液がんは減っているんだけども、それに伴って、この心血管合併症によってお亡くなりになる人も結構いるんですよ。そういうことが分かってきました。要するに、がんサバイバーという方が非常に増えてきたんですね。で抗がん剤というのは、ここに書いてあるように、ありとあらゆる非常に心血管毒性というのがいろんなものがあります。心心不にににななななっっってるたたり膜症臓の病気を 起きるそしてそういうものを起こすリスクとして年齢とかそれから白血病の治療では欠かせないアントロサイクリクンクという治療とか年齢糖尿病高血圧あとその生活習慣これはやっぱりその我々のその現場の医者だけじゃなくて患者さん自身ないしは 患者さんを日力から見ている、その日常的に診療されている開業の先生、現場の先生、全部の協力がないと、がんは消えたけども、本当の意味で長生きするということには、そこまで考えていかなきゃいけない、そういう時代になってきたのかなというふうに思っております、まああの。あんまり詳しい話はできませんでしたけども、今日の話はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 はい、い水田先生どううもありがとうございました。続々と新しいお薬治療法が開発されていて AML の今後はますます救われる患者さんが増えていくんだなと思った反面高齢者の患者さんの問題 結構私も高齢者に入るので, <laughs> で先生もあのおっしゃってましたけどやっぱりまあ人数がねあの多いのでやっぱ患者さんの人数も多いその方たちにどうやっていくのかっていうのを先生たちにこれからも研究していただきたいなと思いました。はい、ありがとうございました。そうしましたら先生あのまだあのライブの質問は来ていないようですが事前にいただいている質問にお答えいただきたいなと思います。 1>, はい、1つ目の質問です。読み上げさせていただきます。同じ AML で仲良くしていた患者さんが亡くなったので、次は自分なのではないかと思ってしまい苦しいです。こういう場合、他の患者さんはどのように気持ちを切り替えているのか、またお医者さんはどんな気持ちでいるのか知りたいですという質問です。 現場の医者はもうどうにかこうにかしてあの治すということをいつも考えてはいますけれども残念ながらまだまだ限界はあります。で我々も患者さんにあのが亡くなってしまうのは非常にショックですよね。そしてて患者さんにとっても仲間の あの白血病の患者さんともに生きていく共にその苦労を語っていくってこともすごい支えになると思うんですけれども、まあ、それぞれあの白血病じゃなくても人はそれぞれぞ持っていいいる寿命というのがございます大事なことは自分の持っている病気に対してそのベストなアプローチができたのかどうかないしは良くない結果になったとしてもそれを自分はどういうふうにあらかじめ良くない結果に対してどう,いう,ふうにしようかと。 うう ACP というアク,あのアクティブケアプラーニングというんですけれどもそういうものも持ちながら進んでいきたいただ、まあ、このようなお答えをいつかしなくて何でも治りますよというふうに言ってさ上げたいと思いますけれども現状ではそうではないでしょうか、はい、え先生もあの同じような時期に、ね、同じようなあの治療された患者さんでえ亡くなっていく患者さんを見送ったりされるときの複雑な気持ちとかもあろうかと思います。その辺もいかかがですか 本当にねあの、血液内科のって結構あの周りからなんか偏屈だとか,なんか難しいって言うんだけども、やっぱりあの自分たちの努力によって少しずつ患者さんが、まあ、治るようになってきてますので、まあ、その悔しい気持ちを研究とかその診療に向けるしかないですね。もうそこにひたすら向けながら、まあ、毎日進んでいるっていう感じです。ありがとうございます。 えっと今、質問が来ました。先生、2つ目の質問とちょっと絡んでいるので、2>, はい、2つ目に送っていただいてもいいでしょうか、スライド。はいえー、っと事前に来ている質問で、ですね急性,急性骨髄性白血病は遺伝しますかという質問が来ているんですけど、今、ライブでご視聴いただいている方からもです、ね、似た質問が来ています。えー、読み上げますね、えーっと。とても分かりやすく勉強になります。遺伝子の異常で白血病になるとお話しされていましたが、白血病は遺伝するという考え方でよいでしょうか 私は MDS からのメールでしたがその後、祖母の親族が3人同じ病気になっていたので遺伝するのかなと思っていましたという質問が来ています。 なかなかこれ難しい質問で、例えばさっき、白血病というのは、最初に遺伝子の異常が起きて、それをうまく制御できなくて、どん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 進行してから起きるという話をしたんですね。まあ、そういう意味では、その最初に起きやすい遺伝子異常という意味では遺伝するのかもしれません。ただ、その我々の世界では一般的にまあ遺伝するというのは、ほぼ必ず遺伝するものを遺伝するというものですから、うん、一定の確率を持って、そういう意味では遺伝はしません。 ただあの、白血病、ダウン症候群みたいなその先天性の,その染色体異常を持っているような方は、その増血系の,その異常を持ちやすいものですから、白血病になりやすいというのもあって、なかなかクリアにはなりませんが、まあ、実際、 あの白血病に限らずあの男の人の2人は2人に1人ががんでなくなって女の人の、まあ、3人か4人の人ががんになってますので、まあ、遺伝するといえばするんですけれども、まあ、あの普通に言うようなその遺伝とはちょっと違うんではないかなと思います。はい分かりました、でもご親族で、ね、同じ病気に3人になられてしまうと、うん、そうなのかなってちょっと思ってしまうところはねよく分かりますよねご心配ですよね。うん まあ、もうちょっと経つと、そのあの人間の,その持って,るそのなんている次世代シーケンスとか使って、すべてのその遺伝子の方を見るなると、もっと分かってくるかもしれません、あなたは何々になりやすいですとか、だからそういう意味での遺伝っていうのはあの分かってくるのかもしれませんけども、まあ、だからといってちょっとこまめに健康診断を受けることぐらいしかないかもしれませんね。うん これからの研究に期待したいですね。はい、はい、それでは次の質問に行きたいと思います。えーと12歳の息子がゾスパタを1年半ほど服用中です。小児のゾスパタ服用例がほとんどないので、現状を教えていただきたいという質問です。先生いかがでしょうか？はい、あのあの 皆さんもご存知だと思いますけども、小児にはあの基本的に助スパターはまだあの使えないというか、えーと、一般的には使えない状況だと思いますけども、まあ、学会報告なんかで、あのご家族、それから施設の倫理委員会の同意を得て、実際に使って報告されていることもあります。 ただ、私が知る調べた限りではまだ全国で7例しかあのないんですね報告あの、市販後調査として分かっているのは7例しかないから、小児の方がその大人の人と同じような効き目、それからお副作用があるかというところはあの、残念ながらまだ分かっていないというのが現状です。 ありました。じゃあこれからえ情報が集まってくるのをこまめにえ伺,伺って参考にしていくというような感じでしょうかね。はい、はい。ありがとうございます。えっ、ー、と先生ライブでもう一つう質問が来ました。お話ありがとうございます。 ミニ移植の治療成績や長期生存、フォローアップは何かありますでしょうかという質問です先生、いかがでしょうかミ,ミニ移植ですかミニ移植の治療成績や長期生存、はいはい、フォローアップ。さっきもあまりミニ移植って言わなくなったんですけども、あのー、我々もいつも悩んでるんですけども、まあ、最近はやはり老同種植もその抗,抗がん剤による。 効果よりもやっぱり免疫反応のに期待をするということも含めまして、まあ、俗に言うそのあのミニ飲食リストっていうんですけどもそれがまあ非常に多くなってきました割合がそしてその出ている文献的にも、まあ、どういう方にあるかによるんですけれども普通の移植と比べてまあ遜色ないし、まあ、治療関連死も少ない。ただ あの対象とする患者さんもをうまくやらないと再発率が少し高くなることがあるんですけれども、まあ全体的に見て非常にいい成績が出てきて高齢者の移植成績というのがまあ良くなってるというのは現状だと思います。はい、ありがとうございます。確かに最近未移植ってあまり聞かなくなってきましたね。<laughs> そうですね。はい、では次の質問に行きます。はい。 えーっと、これは血液疾患の患者さんじゃないかもしれませんが、血液疾患とリンパ浮腫の因果関係があるのかお伺いしたいです。リンパの流れの影響により、血液データにも影響しますかという質問なんですけど、ちょっとざっくりしてるんですけど、先生何か。 いかがでしょうか、はい、まああのリンパ腫とかが起きやすいのはやっぱり悪性リンパ腫なんですね。今日のお話ではないんですけれども骨盤の中とかに悪性リンパ腫が出てきてすると、まあ、リンパ腫も起きるし、えー、と例えばリンパ腫が尿管を閉塞してしまったりするとも起きるしあと、まあ、心不全になっても下肢のむくみとかは来るんですけどもまあ白血病自体はあまりないんだけども悪性リンパ腫においては。 ああのよくあります、まあ、ただ、やっぱ頻度的には圧倒的に乳がんとかし、えー、あの婦人科のがんの実合というところで直接的にリンパの流れが止まってしまって、えっと、あの流れると、で血液がんの場合は治療が効けば、えー、ちっちゃくなりあのなれば通りがよくなりますので、あまり問題ないかなと、まあ、現実的にそんなにリンパ浮腫が多いかというと、そんなにはないです。で、うん ただ、足ののの付け根ななんんかかリンパだだととああり得るのはあり得るるは思います。でただ血液データ自体はあまりそれには影響はされない、ただあの気をつけていただきたいのは、むしろその他の原因、リンパ節じゃない原因でいろいろ、特に菓子なんかにあの手足が腫れたりすることがありますので、そこはあまりリンパ節と,とも、それ以外の原因もきちんと調べていただくということが大事じゃないかなと思います。 リンパ浮腫かどうかを確かめるとい、ね、うですね。はい、はい、ありがとうございます。先生、お時間限られているんですけど、ね、あの質問が来たので、はい、ちょっと簡潔お願いしてもいいでしょうか。再対決移植を実施し、復職をしましたが、日常生活や業務における行動に対するリスク評価が難しく。 食後の経過で、えー、特段気をつけるべき合併症などがあったら教えてくださいというです <laughs> それはですねまず一番大きいのは今免疫抑制剤を飲んでるかどうかと慢性 GBHD があるかどうかによると思います。うんえー、GBHD もなくて免疫抑制剤飲んでないって移植から年数が経っている方は、まああのー、あまりだんだん注意するべきことが減ると思います。 で、そうではなくて、両方ある方というのは特に慢性 tbsd があって、その治療もされている方は非常に免疫抑制が強いですし、それからあのちょっとしたことで、あの非常に重篤な合併症をきたしますので、やはりそのその患者様の今の状態にあと腎臓が悪いかどうかとかに寄ると思います。はい、ありがとうございました。それではお,お時間がそろそろ来たので、先生スライドの共有を停止していただけますでしょうか。は いや、本当に今日ありがとうございました。あの、まだまだお話を伺っていたいところなんですけど、時間が限られてしまっています。あの、今日質問もあの3つお寄せいただいたんですけど、ご視聴の皆さんに先生から一言、あのメッセージエールなどをいただけますでしょうか。はい、あの、先ほども申し上げましたけども、自分も含めて、高齢者の急性骨髄白血病をどういうふうにマネジメントするのか？というのは非常に重要なテーマだしまあ、今後も。 新しい薬使えるようにしたいと思いますただ一言え付け加えさせていただくとさあの高齢者の方はですねご自分でだけで病院に通院したりあの治療を受けることが難しい要するにご家族のサポートも必要になると思いますのでまあ、そういうところの体制も整えていこうかなと思っておりますはい本当にありがとうございました今日お忙しい中金沢からはい <laughs> どうもありがとうございましたはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました <laughs>